皆さんこんにちは、なんだこいつ TV でございます。あう、さあ本日はですね、今まで使っていたイプサがなくなったので新しいスキンケアを始めるということで、皆さんと一緒に新しく始めようかなと勝手に思ってて、それをちょっと紹介しながら今日使っていこうと思います。私のスキンケア紹介、イエーイ、 YouTube っぽい。それではレッツゴー。今日から使っていくのがこのアクアレーベルっていうホワイトケアに特化してんのかな、多分のやつです。この青いやつを今から使っていこうと思います。イエイエイエ。これはですね、私の友達に美容部員の子がいまして、その子に教えてもらって、そのプチプラで何かないですかって言ったら教えてくれました。これを500円玉ぐらい取ります。ほんで、お、すごい、何がすごいこと言いますか、これみずみずしいしっとりタイプなんですよ。なんか何個か多分種類があって、もうちょっとしっとりする系のやつがあったと思うんですけれども、これは割と軽い感じなんですが、今までね、イプサ使ってたから、イプサは結構なんか水みたいな感じだったんですよ。水分って感じだったんですけど、これは、ローションみたいな。なんかローションって書いてるから今ローションって言っちゃったんだけど、なんかこう、ねっとりしてる感じがあります。イプサのよりも。イプサとか、ハトムギみたいな化粧水とかとちょっと違って、なんか、ちょっと違う感じ。ローションって言ってるだけあるって感じ。どう？変わった？でもさ、なんか今自然光に当たってるからなんですけど、私白いね自分で言う。ほらここもさ、結構治って、自然光では治ってきたんだけど、やっぱカメラではあんまり治ってないかも。どう、ここマスクの後、こっちはあんまりわかんないや。はい、んでこれを塗った後にですよ、次はこちらですね。これはオールインワンジェルです。あ、ちょっと待って、その前に、私はいつもね、この、ちょっと潰れてるけど、メラノ CC の美容液を使っています。このメラノ CC と同じぐらいの値段な気がするんですけど、これ、このアクアレーベルのやつらがね、なんですけど、なんか、その美容部員の子が、このメラノ CC とかよりかは、もう断然に美白に特化してますよ。あ、食べちゃった、まず。特化してますよって言ってて、え、そうなんだ、オッケー。なんか私は結構このメラノ CC でなんか割と白さを取り戻してる気がするので、それよりも美白に特化してるということで、私はね、TWICE のダヒョンちゃんみたいにめっちゃ白くなりたいわけよ。わかる？この気持ち。ほんで次、これ、じゃ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 ん、これはアクアレーベルスペシャルジェルクリーム、ホワイトクリーム。これを蓋開けて、あ、え？なんか入ってる。おー。なんか入ってた。あ、やばいやばいやばい。生クリームみたい。見て。ちょっと見よう。おー、すごい。これどんぐらい乗せるの？もうさ、この適量ってわかんないよね。とりあえず、ぴょんぴょんぴょんって乗せるか。ぴょん、ぴょんぴょんぴょん。ぴょん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 。これぐらい足りんのかな？適量がわかりません。んで、これを戻します。逆さまに置いてたんだよね、多分私。すみませんよね。これは、杉薬局の、杉薬局めっちゃクーポン出すじゃないですか、あの人たち。で、このクーポンと一緒に、これもすごい値引きになったので、一緒に買ってきました。なんか、本当は乳液っていうかミルクの方がいいと思うんだけど、私はめんどくさいので、これなんか、いろいろな、なんか多分、ミルクともう一個なんか出てたんだよね。その後にするやつ。だけどそれめんどくさいからもうオールインワンでいいやと思ってオールインワン買ってた。うちの方がなんか元値が高かったけど同じ値段でなんかオフになってたから、じゃあこっちでいいかと思ってこっち買いちゃいました。はい。新しいスキンケア終了です。結構ね、なんて言うんですか？もたってした感じはある確かに。けど、あ、これ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 。このさ、ミルクとクリームっていうのがあるのね、もともと。で、本当は多分この2つを買わなきゃいけないかどうかわかんないけど、ちょっとめんどくさいんで、これ買っちゃいました。ということでね、これから、私がどういう風にね、
美白になっていくか、ちょっと以後お見知りおきよって感じ。以後お見知りおきよ、じゃあ交互期待って感じ。はい、ということでもうこんな時間だ。髪の毛を乾かして今から自主練に行ってきたいと思います。あ、でもう一個ね、これ最近買ったビオリスのヘアオイル、あの私がいつも使ってるオージュアのあのクレンチみたいなクエンチか、オージュアクエンチの美容室で買ってるやつあるんですけど、ちょっと美容室に行く暇もないぐらいちょっと今忙しくってなくなってしまったので、新しく市販で買っちゃいました。これは私が使ってるシャンプーとあのコンディショナーの同じ系列のあのガッキーのやつです。これはこれね、ちょっと割といい匂いするし、あの本当にね、なんかそのオージュアの時は乾かした後トゥルってしたんだけど、これはトゥルモチって感じ、トゥルモチって感じがするからちょっとおすすめです。ぜひ皆さん買ってみてください。ガッキーです、よろしくお願いします。わかる、トゥルモチってした感じ、トゥルモチってした感じ、わかりますかね。よし、オッケー。はい、ということで今からリハに行っていきたいと思います。皆様私と一緒にこの新しいスキンケア頑張るので、私と一緒に成長過程を見ていただけたらなと思います。明るくなるかな、顔もうちょっと明るくなりたい。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。